ウーベンディというわけで、本日はこちら地下鉄東新宿駅と西早稲田駅の間、明治通り沿いにございますボリウムにやってまいりました。いや、こちらのお店ね、がっつりラーメンの有名店ということで、お腹ペコペコのブブブブキ、果たしてどんなラーメンがいただけるんでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切ってボリューム楽しみですね。行ってみましょう。チャーシュー麺激盛りです。それでは早速いただいてみましょう。なるほどね、この盛り方からして結構ね、がっつり濃いめの味なのかと思ったら、意外とさっぱり魚介系のうまさが広がる。うわー、すげえ、さっぱり味の醤油スープですね。はい、それではこちらのね、ちょっと縮れたタイプの中太の麺ですね。小麦のあの粒が見える感じです。持ち上げただけでもね、小麦のこういい香りがするんですよ。これはね、早速すすってみたいですね。いや、もうこれ我慢できないっすわ。もうね、早く食べたい。え、まだダメ。いや、もうこれちょっと我慢できないっすよ。ダメ。それでは早速いただき、まあダメですか、早く食べないと伸びちゃうよ。あ、いいですか、それは早速いただいてみましょう。うん、あ、なるほどね、すごい麺の弾力があって、これはうまい。麺の味が奥深いんで、麺の味とスープをこう一緒に合わせて食うと味が広がるっていう感じしますね。はい、それではこちら、黄身がしっかりしたタイプのくん玉ですね。いぶしてあるっていう燻製卵、果たしてどんな味がするんでしょうか。いただきましょう。これね、やっぱりね、こうね、一回いぶしてあるだけあってね、香ばしい香りがね、口の中に広がるんですね。その奥に黄身の甘み、空振りしてしまいました。いただいてみましょう。燻製卵の力強さっていうんですかね、いぶしてあるから味に深みが出てくるっていうか、その香ばしい感じが癖になる味ですね。はい、それではこちらのチャーシューいただきたいと思います。おすげえ柔らか、豚の脂身の部分が口の中に入れた瞬間にシュワッと溶けてって、後から肉の歯ごたえが出てくるんですけれども、そのお肉にむっちゃ味が染みてて、いや、これ本当にね、すいません、
あまりのうまさにマッチョになってしまいました。うまっちょ、うまマッチョ。はい、それではこちら鶏飯いただきたいと思います。うわ、これ優しい味の炊き込みご飯。いや、これしみるな。ネギのシャキシャキとした食感がたまんないですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いえー、結構ね、こう森がすごいから二郎系のがっつりタイプなのかなっていう勝手なイメージあったんですけれども、スープ一口すすった時点で魚介のうまさが広がる、ちょっとあっさりめのラーメンでしたね。皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。以上、こちらボリウムよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。